デスウルトラ、どうもサンジェです。いつもご視聴ありがとうございます。本日はダビの正体についてのお話になります。ビジランテの最新話のネタバレも含みますので、まだ読んでいない方はジャンププラスの方でチェックしてみてください。本作時間割はこちら。てっきりビジランテ終わっちゃうんじゃないかなと思っていましたが、まだ高一の夏は終わらない。そして高一とナンバー6が師匠を挟み、明確な対立構造ができました。では早速いきましょう。1時間目、オクロック。ナンバー6はオクロック2になりたかった。ナンバー6が求めたのはオールマイトのような世界を守るか世界をぶっ壊す力ではなく、自分らしく自由に生きることができる力だとしていました。ヒロアカの第1巻のマントレディのように、人々から名声を得るための手段としてヒーローになろうとしていたのがナンバー6であり、オクロック2の悲しみのデビュー戦はナンバー6がオクロックの後継者としての夢への最短ルートだったと考えられます。しかしそのオクロック2は本物のヒーローではなかった。純粋にオールマイトに憧れている光一こそが本物であり、光一をデクと同じように他人を優先できる稀有な存在だと師匠は言及していました。そしてオクロック、師匠は個性抑圧社会の歯車であり、オールフォーワンという強大な脅威になす術もなかったと手紙に残していました。本物のヒーローに必要なのは社会の歯車、個性と社会の調和を体現することではなく、圧倒的な脅威に対抗できる人間。師匠はその人間、壁を乗り越える人間、ブルース・ウルトラできる揺るがない心を持つ人間こそが真のヒーローであり、その一人が高一だとしていました。そのため師匠は本物のヒーローという観点から高一を弟子にしてオクロックを否定しました。2時間目、オクロック2。エンデバーに燃やされたナンバー6、そしてナンバー6は、俺はお前みたいな人の夢を踏みにじるやつが許せないとしました。読者皆が思った超特大ブーメラン。しかし高一と正反対の存在であるナンバー6は超自己中心的な性格なので、ナンバー6の心の声本心だと考えられます。幸いにもナンバー6はオクロック2という名前を知っている高一とポップだけを排除すれば、また自分の夢を追い求めることができます。3時間目、ダビイコールナンバー6。このナンバー6を見てダビに重ねてしまいました。オクロック2としてのスタートを切ろうとしていた矢先に邪魔してきたのは高一だけではなく、当然エンデバーもです。エンデバーはオクロック2の存在を知らないので殺す必要はありませんが、ある意味エンデバーは天然、何も知らずオクロック2というナンバー6の夢を燃やしてしまいました。そのためナンバー6がエンデバーに恨みを持っていてもおかしくはありません。そしてダビという名前はエンデバーに燃やされたナンバー6とリンクします。さらにナンバー6が夢にこだわっている様子はホークスを踏みつけながら興奮していたダビを思い出します。ダビのよくわからないポイントは、なぜステインの2代目になろうとしているのか、ダビの夢が曖昧な点でした。しかしナンバー6をダビに重ねるとその謎が少し見えてきます。まずダビはステインが一人で世界を変えたこと、そしてこの世界に本物の英雄がいないことを言及していました。ナンバー6にとってステイン一人の執念が世界を変えた話はおそらく衝撃的であり、ナンバー6の夢でもあります。それはコスパのいい自由な名声、さらに本物のヒーローという話は高一の因縁にもつながりそうです。ダビが本物のヒーローを否定する、本物のヒーローはいないとした理由にもつながるかもしれません。このようにナンバー6はダビの伏線をクリアにできてしまいます。特になぜダビがステインの意思を全うしようとしているのかという疑問が理解しやすくなります。逆になぜ青い炎を持っているのか、ホークスの本名を知っているのかという疑問が出てきそうですが、ナンバー6はオクロックと会話しているような描写がありました。あの描写は何なのか全く分かりませんが、ワン・フォー・オールのような話が実在するとしたら、青い炎を持っているダビの中で轟トヤが生きている可能性も十分に考えられてしまうので、ナンバー6イコールダビ説は意外とありかもしれません。何よりビジランテの時系列がちょうどいいのがちょっと怖いですね。本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメント欄にコメントをお願いいたします。またチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。See you soon. バイバイ。